私が以前にやっていたその番組なんですけどね、その要するに日替わりでもって司会が変わるんですよ。私あの火曜日の担当でしたんですけどね、この番組は確かにすごい人気の番組でした。で、まあ人気のうちにこの番組終わったんですが、その終わった時に特番としてね、その一回やろうじゃないかって話があったんですよ。で、私いつもその火曜日だったんですが、木曜日の担当でもって作家が私の友人がいたんですよね。で、その木曜日では時々なんですがね、心霊物をやってたんですよ。で、本当は稲川さん木曜日来てくれればいいのになって言ったんですが、それはこっちの勝手できないんで、私もいろいろスケジュールの関係でもってそれできなかったんですよね。で、せめてその特番の時には稲川さん、その怪奇物やってもらえませんかっていう話になったんですね。で、その特番の日、私の番が来て話が進んでった時に、稲川さん、実はね、大変にこの騒ぎになった心霊写真があるんですよ、それ見てもらえませんかって言うんですよね。すでに出演者の子たちはそれ見て知ってるんですよ。スタジオにはたくさん、要するに視聴者の方々がこう並んでこう見てるわけですよね。写真が出た途端にみんなふわーって言ったんですよね。声が上がってるんですよ。どういう写真かって言いますとね、これがね、要するにあのどっかの旅館の大広間風なんですよね。で、古い昔でいうこの箱膳っていうね、お膳が並んでて、まあいろんなものといくつかあるんですが、手前に女の子が何人か座ってる。で、その箱膳の向こうでもって男の子が3人くらいはしゃいでこう踊ってるんですよね、ふざけてなくて。それを撮ってる写真なんですよね。その彼らの後ろっていうと窓が閉まってるんですが、結構大きめのサイズのね、ガラス窓なんですよね。外は真っ暗、夜なんでしょうね。だから外は真っ暗なんですが、ちょうどいい具合に少しこの部屋の中の状態がガラス窓に映り込んでるわけだ。カーテンがしてないんですよ。で、その写真の向かって一番左端、下の方にね、その窓ガラスに顔が4つ映ってるんですよ。その顔っていうのはね、こう楕円形のフォーンってこうと思って目まん丸にこう向いてるんですよ。それで口がね、ぐーっと開いてるんですよ。全く同じ顔がポン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 とね、イレチイレチの関係で低い高い低い高いって4つ並んでるんですよ。映ってるんだ、それがはっきりと。色はっていうとうっすら緑色してるんですよね。ありえないんですよ、これ。っていうのはね、ガラスの外にそういう顔がある場合ですよ、こっちから撮れるということは照明当てなくちゃ映るわけがない。でも照明当てたらすぐに分かってしまうわけだ。でも当ててるようなそんな雰囲気はないわけですよね。かといってガラスの窓のこっちではないわけですよ。明らかに向こうが、それもガラスにペタッとくっつくように顔が4つあるんだ。例えばね、一般の方がですよ、嘘の写真を作ろうと思ったらね、大体誰かがわー怖いとかふざけるんですよ。いや違う、みんな気がついてない、みんな笑ってる、その隅に写ってる、なんとも気味悪い写真なんですよ。中には泣き出しちゃう子もいるわけだ。これすげえ写真だなと思ってね。で、まあそんなことがあって、その番組終わったんですよ。で、私その日ね、その日のうちに他の番組でもって移動なんですよ。それは長野県のある村なんですがね、そこへ行ったわけだ。ロケ車に乗って揺られて行ったんですけど、どこでどう間違えたか予定の時間に着かないんですよね。散々迷った挙句にやっと夜中に着いたんですよ。辺り真っ暗ですよね。そこはっていうとちょうどそうですね、まあすり鉢のその底って言いますかね、そんな感じなんですね。で、どうも夜分にって言いましたら、ご主人が出てきて、いやどうもどうもお待ちしておりましたと、遅くなってすいませんねって、いやいやいや、どうぞどうぞこちらです、案内されたんですよね。さすがにもうこっちも疲れてましたんで、いつも大体我々が夜着くとそこでもって多少こういっぱいぐらいやるんですがね、そんな気力もないんで、今日はもういいや、やめようやねってみんなも、そうですね、明日早いしそうしましょうかって言うんで、私はそのまんま案内されて部屋入った。部屋開けてね、ふっと見た瞬間に、はてな、この部屋どっかで見たことあるな、俺前に来たかなと思ったんですね。見覚えがあるんですよ。確かに仕事ではもう日本中あちこち行ってますからね、たまに間違って同じ旅館やなんか泊まることあるんですよ。ああ来た来たって話あるんですよ。これでもなんかこの土地初めてだしな、でもなんとなくこれ見覚えがあるなと思ったんですね。畳が敷いてあってね、私の布団がポーンとあるわけだ。ただね、掛け布団がかかってないんですよ。押し入れがあってね、向こうを見るとガラス窓がずらーっと並んでる。山の中ですから外はもう真っ暗ですよね。カーテンがないんだ。じゃあもう寝るかなと思って荷物を置いてね、それで押し入れのスマートスーッと開けて
布団取り出して、さあじゃあかけて寝ようと思ってね、上着もズボンも脱いでガラッと横になって布団持ってずーっとこう寝ようと思った瞬間、ふっとちょうど私のね顎のあたりに来る、その布団カバーが血でね染まってるんですよ。そうだな、直径で10センチちょっとぐらいかな、うわーっと濡れてるんだ血で、うわーっと思って気持ち悪い。前に寝ていた人がなんかがいて、その人が鼻血でも垂らしたのかどうか分かりませんけども、あまりいいもんじゃないさそれね、お妖精気持ち悪いな、こんな血のついた布団なんかと思って畳んでしまってね、その下の布団をこう出したんですよ。それでずるっと引っ張ってさあ寝ようと思ったんだけど、どうも今のことがあるもんだから気持ちが悪いんだな、なんかスキッとしちゃったんで、じゃあもうちょっと起きてそれから寝ようと思ってね、で明かりをつけたまんまもう一回ズボン履いて服着てね、座布団3つぐらい並べてゴロンって横になったんですよ。で当時しょっちゅう好きで読んでたミステリーがあったんで、その雑誌広めてこう見てたんですよね。読んでるうちに目がだん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 しょぼしょぼしてきて、こう眠くなってきたんですよね。でうつらうつらしたんですよね。あー眠いなと思いながらゴロンって横になってるとね、表の方でカタ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 カチカチンカチカチン、ビールの瓶かなんか当たるような音がしてるんで、ああなんだ中井さんかどなたかがね酒運んでんだな、じゃあみんな宴会でも始めたのかなと思ってたんですよ。と部屋の戸が開く音がするんですよね。誰か入ってきたんですよ、ずーっとねーと思ったらば、ディレクターが入ってきて私のことひょっとこう見下ろしてるんですよ。でちょうど真上から見てるもんだから、あーごめんね宴会ダメ、もう今日酔っ払っちゃってるしね、疲れちゃってるしね、ダメだね調子悪いや、この次にしてくれるって言ったんですよね。移動中の車の中で結構私飲んでましたから、でちょっと彼がねまだじーっと顔見てたんですけど、スーッと出てたんですよね。でこっちまたうちらーぐらい乗ってたんですよ。どのくらい経ったかな、またツーッて戸が開く音がするんですよ。カメラマンが入ってたんですよね。でまた私のことをね上からこうずーっと覗き込むんですよ。すぐそばでこう顔が来てじーっと見てるから、あーっと薄めて持って、あーごめんねもう今日は眠いからさみんなでやっててって言ったんですよ。私しばらくこう見てるんですよ私のことね。で彼出てったんですよ。あーと思ってまた寝始めた。でしばらくしたらまた襖が開くんですよね、ずーっと。でまた誰か入ってくるんですよ。今度は二人入ってきたんだな、どうも照明さんと音声さんらしいんだけども、でまた私の顔ねじーっと二人でこう見てるんですよ。ただその時はさすがに私の目が明るくてぼやーっとしてるんですね。でもじーっと二人は私を見下ろしてるんですよ。だからもう声が出ないから、もうね今日はごめんねって言って、でも彼はこうじーっと見てるうちにまた立ち去ってったんですよね。あーって言ってなんだか寒くなったね、ふっと泣いて、あいけない、ダメだこんなところで男女風邪ひいちゃうと思って、服脱いでズボン脱いでね、それでこうずって自分の布団とかまで行ったわけですよ。布団めくってずーって横になってさあ寝ようと思って掛け布団ずーっと引っ張った瞬間にさっきのことを思い出したんですよ。あの血のついている布団カバーをうわっと思って、ああさっきの嫌だったなと思った瞬間なんかスキーンと咲いたんですよね。その瞬間にふっと思って、おう今入ってきた4人違うんですよ。それディレクターでもカメラマンでも照明さんでも音声さんでもないんですよ。それみんな同じ顔してるんですよ。薄い緑色でもって目がまん丸で点になってるんですよね。でカーターが浮いてるんですよ。でなぜかね緑色のハイネックのねセーターが着てるんですよ。それがみんな見てた顔は全く同じなんですよ。それがスカーンと目指されたもんだから、うおーっと目指これいけねえやと思ってね、でしょうがないそのまま部屋を飛び出してって玄関行っちゃったんだな。でソファのとこ座ってたんですよ。でうちらが歩いてたんですよね。したトン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 足音がするんですよ。だん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 来る、かけてるんですよね廊下を。ひょいっと見たらうちのスタッフなんですよ。なんだろうこんな時間と思ったらば、彼黙ってそのままね向こう行ってガタガタなんか仕事してるんですよね。でこっちも喋んない、向こうも黙ってる。と向こうでパタンと音がしたら誰か出てくるんですよ。トットットットって来て、彼もなんかやってるんですよ。どうしたんだろうと、何のことはみんな起きてきちゃったんですよ。と思ったけど、こっちもぼやーっとしてますから何も言わない、みんな何も言わない。そのうちうっすらとね言うわけですよ、明るくなってきたんですね。だディレクターがね車出すとか言ったんですよね。じゃあそうしましょうか。本来なら朝ゆっくり起きて出かけたはずだったんですよ。とんでもない時間にみんな車乗ってそのままうわーっとっ当てもなく外へ飛び出しちゃった。であれこれ適当に時間潰してロケの場所へ行ってしばらく待ってロケが始まったんですよ。外がだんだん少しずつ暖かくなってきてね、昼頃だったかな、誰と話にねえ昨日実はさおかしなことあったんだけどって言い始めたんですよ。で私がなんでみんなこうあんなに早く起きたのって聞いたら、いやー実はね
って聞いてみたら、カメラさんの場合ね、横になって寝てたの。そしたら頭先乗ってズッズッズッ音がしたんだよ。なんだ、それは明らかに誰かが正座したまんまこう畳の上をずってるって言うんですよ。その時ええー、と思ってみたら、ちらっとですが女の人の着物が見えて、その人が手ついてずってたって言うんですよ。それが自分のこっち側に来たらなんか危なくなるんじゃないかなと思ったんで、もう怖くて飛び出しちゃったって言うんですよね。でもう一人のね、音声さんの方が、いやー稲川さん寝てましたらね、気配って言うんですか、帰ったんですよって。ゴロンと寝て向こう見たら、部屋の隅に誰か立ってるんですよ。でこっち見てるんで怖くなってきちゃったんです。みんな同じ体験してるんですよね。それで彼たちが、稲川さんは何かあったんでしょ、何があったんですって聞いたから、実はねって話したらね、って言うんですよ。みんながみんな同じような目にあったんですよね。昼過ぎにその宿へ戻ったんですよ。これは宿とは言ってますが、実はその地域で作ってる、まあなんていうかな、お座敷付きの公民館みたいなもんなんですね。旅館がもともとない土地ですから。でそこのご主人といってもまあ管理者ですが、その男の人と話した時に、ここはですか、どういう土地柄ですって言ったら、いや稲川さん、残念ながら実はもう少しするとダムに沈んじゃうんでしょ、すでにもう村の3分の1はダムになってますからねって言ったんで、ああ、私昨日泊めてもらったあの部屋ってのは昼間結構眺めいいんでしょうねって、あのすぐ向こうがもうダムになってますけどね、あの人は稲川さん実はね墓地だったんですよって言うんですよ。ああ、ねえ、ですからね当時のまんま水にねみんな沈んじゃってって聞いたから気になったんで、ちょっとごめんなさいって行ってみたんですよ、自分の部屋。昨日泊まったその部屋ね、襖つったけどもう一回見たんですよ。ガラスの向こうに山が見えてるんですよ。その時気がついたんですよね。あ、この景色、ここ、あの例の番組で見たあの写真、あそこへ行っちゃったんですよ。そうですよ、写真に写っていた4つの顔ね、トン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 、その4人私のところへちゃんと訪ねてきてるんですよね。いやー、そんなところがあるんだなってことをね、しみじみ感じましたよね。あの日なぜあの写真を私見たんでしょうね。それで見た写真の場所へその日行ってるんですよね。で私体験してるんですよね。その村ですがね、今とうとうダムの底になってしまいました。時々それを思い出すことがあるんですよね。